感じに暖かい季節になってきたねー。生き物たちが活発に活動を始める時期だな。これからの時期は害虫たちが猛威を振るうよね。蜂もちらほら見かけるようになってきたしな。そして室内で最も恐ろしい悪魔も動き出す時期だな。あの黒い悪魔だよね。油ぎっしゅな光沢のある臭い気持ち悪いやつ。ああ、あいつはほんと名前を呼んではいけないレベルの害虫だぜ。だけどそんな悪魔を退治する勇者がいることを、みんなは知っているかな？見た目はゴキブリにも勝るいかつさだが、実はめちゃくちゃ人のためになる益虫なんだよな。うんうん、その名も足高蜘蛛だね。今回はそんな足高蜘蛛について徹底解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、足高蜘蛛の分類について紹介していくんだけど、足高蜘蛛はクモモウクモモク足高蜘蛛科に分類されるよ。大型の個体が多く存在しているし、茶色の体は室内ではとても目立つ外見だよね。人によっては恐怖心を駆り立てられる見た目だが、毒もないし人間に害を及ぼすこともないぜ。そんな足高蜘蛛は、メスの方が大きい傾向にあり、メスの体長は 2.5 センチメートルから 3.0 センチメートルほどとなっているんだ。一方でオスの体長は 1.5 センチメートルから 2.5 センチメートルほどで、メスよりだいたい1センチメートルくらい小さい大きさだね。だがオスであれメスであれ、成虫になった時の足を広げた大きさは10センチメートル以上にも及ぶぜ。クモが苦手じゃない人でも、このサイズが天井の片隅にいたら驚くよな。いやでも視界の端に入っちゃう大きさだもんね。黒い悪魔と同じくらいびっくりしちゃうかも。今これを見ているあなたの後ろにも、ひっそりと様子を伺う大きな足高蜘蛛が。背中に鳥肌が立っちゃうからやめて。とにかく、足高蜘蛛がとっても大きな蜘蛛だということはわかったよね。次に足高蜘蛛の寿命について紹介していくと、足高蜘蛛の平均的な寿命は3年ほどと言われているよ。ただ、個体によっては7年以上も生きる強者も存在しているみたい。7年は小学生が高校を卒業するまで見守り続けるレベルだな。ちなみに飼育下においては10年近く生きるみたいだよ。基本的に足高蜘蛛って室内にいるし、もう飼育しているようなものだよな。その理屈だと黒い悪魔さんも飼育していることになっちゃうから。また、足高蜘蛛の産卵時期は5月から8月の間で、幼体が成体になるまでは2年ほどの時間を要するんだって。ちょうど今くらいの時期から産卵を始めるわけだな。これから足高蜘蛛をちょくちょく見かけるようになるはずだぜ。そうだね。そんな足高蜘蛛は、主にゴキブリを主食としているよ。あ、もう普通に名前を呼んじゃうわけだな。毎回黒い悪魔って呼ぶのもだるいから。ただ、ゴキブリだけではなく、ハエやガ、ハサミムシやカなど、いわゆる害虫と呼ばれる虫たち全般を捕食してくれるんだ。室内に出てくる嫌な奴らのほとんどを捕食してくれるって、すごいありがたい存在だよな。まさに益虫だよね。次に足高蜘蛛の原産地なんだけど、足高蜘蛛はインド原産の蜘蛛だと言われているよ。ただ、今現在においては全世界の熱帯、温帯地域に生息しているんだ。当然ながら日本にも生息していて、基本的に福島県より南の本州や四国、九州などの暖かい地域に生息しているね。これは主な捕食対象であるゴキブリの分布と一致するよな。どうやら足高蜘蛛は、ゴキブリを追いかける形で生息域を広げているらしいぜ。どこまでも追い詰めるっていう気合を感じるよ。また、足高蜘蛛は基本的に家屋に住み着き、昼間は物陰なんかに潜んでいる夜行性の生き物なんだ。夜中にカサカサ走り回られるとちょっと怖いよな。気配に気づいちゃうと眠れなくなっちゃうよね。というのも、足高蜘蛛って網を張らない徘徊性の蜘蛛で、天井や壁なんかに張り付いて静止しながら、獲物が近くを通るのを待ち伏せるタイプなんだ。蜘蛛のお箱芸である網なんて使わないでも、走って捕らえるってわけか。でもゴキブリってめちゃくちゃ速いよな。ゴキブリが人間と同じサイズになれば、時速 300km 近いスピードで走るみたいだね。凄まじい瞬発力だよ。それを待ち伏せとはいえ、走って捕まえるってやばくね。蜘蛛の手足は全て筋繊維だからね。ただ、持久力はそれほど高いわけでもないから、待ち伏せのスタイルが適しているってわけ。そんな足高蜘蛛は、
日本にいる海海星のクモの中では最大の種で、その見た目から不快害虫なんて呼ばれたりもするけど、捕食対象がことごとく衛生害虫だから、そういった意味ではすごく益虫なんだ。いくら見た目がキモいからって、退治したりするのはダメだな。アシダカグモはゴキブリと違って、意外と衛生的な生き物だからね。というのも、基本的にクモ類は獲物を咀嚼するような歯を持たないため、消化液を出しながら捕食対象を噛み砕いて、その体液を摂取するんだ。想像するとちょっと気持ち悪いな。でもでも、この消化液には強い殺菌作用があるし、アシダカグモは自らの消化液で手足の手入れなんかも行っているよ。しかもアシダカグモは人の食べ物の上を歩くような習性もないから、ゴキブリなんかに比べると、とっても衛生的なんだ。意外と綺麗好きってわけだな。まあ確かにアシダカグモは人間の食べ物なんかには興味がなさそうだ。ちなみになんだけど、アシダカグモはゴキブリを捕らえて捕食を始めるじゃん。でもその食事の最中に、別のゴキブリが視界に入ったら、ご飯そっちのけで次のゴキブリを狩りに行くんだよね。だからアシダカグモの狩りの効率ってめちゃくちゃ高いんだ。一日で最大20匹近いゴキブリを仕留めてるなんて話もあるくらいだよ。むっちゃどう猛な性格してるんだな。食欲旺盛なのか、ゴキブリに強い恨みでもあるのか。もしかして生前ゴキブリが死ぬほど嫌いだった人間の生まれ変わりだったり。そう考えると面白いよね。一説によると、アシダカグモが2から3匹いれば、大規模な繁殖をしているゴキブリといえど、半年ほどで壊滅させてしまうんだって。なんなら小型のネズミまで捕食するケースもあるみたいだよ。少数精鋭も度が過ぎるだろ。アシダカグモ様って呼んでいいか？そして壊滅させた後は、その家に長く居座ることもなく、さらなる獲物を求めて次の家に向かうみたい。何それ、かっこよすぎだろ。食料軍人ですか？きっといつまでも居座って人に不快な思いをさせないように、人知れず去っていくんだよ。アシダカグモさんマジパネっす。ハードボイルドの化身じゃん。当のアシダカグモたちはそんなことは考えていないんだろうけど、その生き様は人間からすればしぶく感じるよね。だからアシダカグモを家で見かけても、見た目の怖さをぐっと耐えて共存してほしいな。ほっといてればいなくなるし、しかもその時には家のゴキブリも壊滅してんだろ？バンバンザイじゃん。無理に駆除する必要なんて皆無だな。でもどうしても苦手だっていう人は、ゴキブリや他の害虫が侵入しない、繁殖しないような清潔な家を保つことだね。殺虫剤も効果的ではあるけど、できれば駆除するんじゃなくて、逃がしてあげる方向に持っていきたいな。そうすれば他の家でその力を存分に振るってくれるだろうし、アシダカグモの力を待っている家庭があるかもしれないしね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。